はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回からガンダムサイドストーリー、宇宙閃光の果てにですね、こちらをやっていきたいと思います。これ元ネタって何だったんだろう。基本的には G ジェネ関係でしかストーリーを知らないんであれなんですけれども、まあ、やっていきましょう。まあもうその名の通り宇宙がメインのステージになりますので、時は0079 12月ですね。ステージ1、2つの G。 宇宙世紀0079 1月3日、地球から最も遠いコロニー軍サイド3を本国とするジオン公国は、地球連邦政府に対して独立戦争を仕掛けました。未曾有の規模となったこの戦争は、人類50数億の命を飲み込み、地球に大規模な気象変動を引き起こして、なお今も続けられています。開戦当初より連邦軍はジオン公国の新兵器モビルスーツにより圧倒され続けましたが、連邦も独自のモビルスーツ開発の成功を機に、30倍もの物量を生かした一大反攻作戦を決行。オデッサ作戦によって各地で敗戦を重ねたジオン軍は、地球圏から事実上の撤退を余儀なくされ、それを連邦軍が追いかける形で、戦場は地上から宇宙へと移ることになったのです。そして宇宙世紀0079 12月2日、連邦軍はジオン公国の本国であるサイド3攻略を最終目標とし、ジャブロー基地より連邦軍第二連合艦隊を宇宙に向けて発進。その宇宙艦隊の先行部隊として、準ホワイトベース級強襲揚陸艦サラブレッドを機関とする第16独立戦隊があったのです。そしてサラブレッドは、極秘開発の終了した2機の RX78 シリーズ、すなわち2つのガンダムを搭載していたのです。地球連邦軍第16独立戦隊。G04 と G05 ですね。まあ、ガンダム4号機とガンダム5号機になります。滝沢さんは軍曹か。しっかり者じゃないんだね。あ、もともと宇宙用に再設計されたんだね。アニーちゃんがいるね。アニーちゃんが、なるほど、宇宙に渡ってそのままここに来るって言ってたもんね。
ルースかわいそすぎる。やっぱりねこの年になってくるとね友達とかでもねうわー結構来てるなーっていうね頭の人とかね出てくるんすよねまあこのね突っ込める人と突っ込めない人がいるのもねこれもまた微妙なところで、もう自分からネタにしてる人とかはもうなんか突っ込んだりしても全然大丈夫なんですけどねごめん何帽子なんてかぶってんだよみたいな隠してんじゃねえよって言える人とかはいいんですけどなんか本人もね気にしてねる人とかになるとちょっと何も言えず心の中にしまっておくというそんな感じですね。1時間後にミーティング。そうか、短時間で疲れを取るのも一流か。俺全然疲れ取れないっすね。寝るときはもう12時間くらい寝ますからね2つの G。 ルナ2、ここら辺の地理関係がいまいちわからん。挟み撃ちにされないためにね。でこっちはグラナダと。月って地球の6分の1とかだったっけ。そうするとどれだけの規模なんだ。まあその中の一つの都市グラナダっていう感じだとは思うけど。ホワイトベースと同じ警報音だね。無砕級敵モビルスーツ。でもここでさ敵を叩いちゃったらさ確実に何者かがいるっていうことは知られちゃうよね。定期通信とか入ってこないわけだから。そうか、一応こいつも訓練上がりか。状況と作戦目的、暗礁空注意機を通過中、ジオン艦隊がいたと、偵察艦隊だと思われます。
まだ気づいてないと。モビルスーツ隊ってこの間この2機しか積んでないんじゃないの？ジムとか別に積んでないよね。作戦の完全な成功を期待します。G05、フォルドロムフェロー行ってくるぜ。イヤッホー。2機で突っ込んでったけど、サイド2暗礁注意機。ミノスキー濃度上昇、警戒態勢を試験。まあそうだよな、ミノスキー戦闘濃度になってきたら確実に何かがいるってことだからね。そうか、こいつエースだったんだ、ルースカステルは。何？ドーム？フォルドが5機以上撃破。まあ基本的にはこいつで倒せと。ドーム2発で倒せるかどうかだよな。まあハイパーゲーム、ハイパービームライフル4しかないのか。俺の戦い方を見せてやるよ。そう簡単にやられるわけにはいかないんでな。これで終わりだ。くっ、足止めさえできれば問題はない。このタイミングならいいね。4759か、ギリギリ半分以上当てたな。これが5号機でも出せるかどうかだな。頼むぞ。俺だってこれぐらい。くそ、ちまちまやるのは性に合わねえぜ。ガラ空きだぜ。火力はこっちの方が強いね。さてここは積んではないよね。よし、別にターン制限はないから安全に行こう。安全にこうやってさ反撃してさ倒したとしたらさ、どっちのスコアになるんだ。別にそちらがその気ならば遠慮しない。ゴールドムフェローのスコアでいいんだよね。ゴー、痛い。しまった。証明してやるさ、俺の実力をな。戦場では臨機応変に対応しないとな。くそ、戦場はそう甘くないんだよ。落ちろ。いやーいいねー。
ガンダム2機っていうのがやっぱり強いわ。残り3になってるね。 OKOKOK、 このままガンガン攻めよう。さて一旦はとりあえず上に行くか。また来ないか。どうする、一回こいつでくっつく。別に減ってるわけじゃないしね。しかもこっちはガンダムだからな、なんとかなるはずだ。ザクごとき相手ではないめっちゃ強いなこれはね安心できるわ。2000しか食らわないからね。よし、 OK、 超強気。反撃もしておこう。もうこれで大丈夫だね。ってことはこいつで倒して、ピンポイントで攻撃しよう。支援も入れて、行くぜルース、俺が一番敵を落としてやるぜ。あのなフォルド、数なんて問題じゃないんだよ。わかってるって。ヤッホー、フォルド、たく、おっとそこまでだ。観念するんだな、うかつだな。動きが甘いぜ、シミュレーション不足だな。もらった、ここまでか。うバカな、こんなことだ。うてかあんな掛け合いあるんだ二人で攻撃するとすげえ、たまたまやった。単にガンダムかっけえから戦闘見ようって思ったら。前期破壊完了。うん、まあ確かにねそういう風にしたからね。まあただ何者かに落とされたっていうのは向こう側には知られたけどね。さあ、とっとと移動しよう。特別ミーティング。連邦の木馬型。見られたか。
ガンダム。おお、波の相手じゃないということを悟ったか。こいつらはキリア直属の部隊か。直属かは知らんけどキリア所属の部隊かな。戦いを何だと思ってるのかね。ああ、なるほどね。だルースカッセル。素直だね。U ボート、何それ。あー、潜水艦なんだ。わかった。本当かよ。月面都市グラナダ。あ、ジェイク。そうか、ここら辺もつながってるんだね。こういうのってさ、どういう風に編入するの？
ザクっぽいね。おお、マグネットコーティングってジオンの方にもあるんだ。メイ様、はい。アクトザク、タイかこいつは。マレットサンギーヌはのために戦っているのかね。勝つために戦っています。なるほどね。もうザビ家を信じられないんだね、ここまで来ると。何、倍以上の戦力とか無理なんだけど。逃げよう。最初の攻撃目標をソロモンに定めていること、ジオンもようやく嗅ぎつけたに違いない。我々がここまでジオンに存在を悟らせぬように隠密行動を貫いてきたのはまさにこの時のためだ。ソロモンへの増援部隊を食い止めること、それこそが我々に与えられた使命だ。よって我々はジオンの船を一隻たりともソロモンへ行かせるわけにはいかん。
たとえ相手がこちらの数倍を要する艦隊でもだ。これは今までにない苦しい戦いになる。だが我々は軍人であり、その前に自分たち全員が立ち上がった一人の戦士だということを思い出してほしい。避けて通れぬ戦いから逃げても明日はない。皆持てる力を出し切って戦い抜こう。もう少しさ、ホワイトベース級だったらさ、ジムをさちょこちょこちょこっと入れといてくれればよかったのに。いや隠密行動だから2機で運用するって言ってもさ、置いとく分にはいいでしょう、何かあった時のために。ジャイアントガトリング、作戦内容。ふんふんふん、なるほどなるほど。後ろには砲台はないってことか。なんでそんな船にしたんだろうね設計した人の前のことしか考えてなかったのかな。戦場ではこういうやつが危ういんだよね。ジャミングフィールド、主力はリックドムか。そしてザクがちょいちょいって感じだね。とりあえずそう、ちょっとね編成を変えました。結構変えました、まずね第一部隊の方は基本的に、オリジナルの人たちで構成されてて、第二部隊の方がね原作で人たちで構成されてます。まあキャピタルとかの関係で全員が全員ってわけじゃないんですけど、艦長ブライト、
副長はハモン、補佐能力が高かったんで、通信が、ノエル・アンダーソン、ソーダがミライア島、整備がアニで、ゲストがアイナ・サハリンと、で、あとはジョニー・ライデンとか、ユー・カジマとか、ゼロ・ムラサメとか、マスターピース・レイヤーとかマット・ヒーリーとかが入ってますと、まあ、ここら辺はね、機体の関係と今後の加入状況で変えてはいきますが、よし、じゃあこれでいきましょう。チベを撃破、サラブレッドがチベ撃破ね。サラブレッドこっちにいたよな。なんかな、増援とか出てきそうだからな、倒せるのは早めに倒しておきたいけど、とりあえず、宇宙 B、空中 B、あ、両方いけるんだ。射程の範囲内には入っておきたいよな。で、ハロ。とりあえずサクサクサクっと倒して撤退しよう。さよならと、あとはちょっと一発で倒せるやつがいないからな。こっちもビグザム出してちょちょちょいと攻撃して去ってこう。こんなさ中域にビグザムがいるってどういうことだよ。てかよく戦艦に入るような、ザンジバルにビグザムって入るの？入んないと思うんだけど。一応ちょっとこいつらは連携を取るから指揮範囲内には入れておこう。で、減らせるのは減らせておこう。せっかくのガトリング装備だ、腕が鳴るぜ。一気に叩き潰せ。ジャイアントガトリングどれくらい当たるんだ。強っ。もうザクじゃ相手にならないな。フライト艦長がザンジバルに乗ってるって結構違和感あるな。これさ、射程内に入った瞬間さ、なんかチベに気づかれるとかそんなのないよね。どうしようかな。パーフェクトガンダム、ビームサーベル、ちょっと待って、ちょっとね、クルーたちのレベルも上げていきたいから支援をかけよう。これで戦艦にも経験値が入るんで、大丈夫でしょう。これで帰ると、さらにガンダム4号機こっか、メガビームランチャー、よーし。戦艦にいる人たちはね、全員経験値入るんで、ま、それは結構美味しいといえば美味しいっすよね。さて、このままどんどん攻めよう。ここの舞台もジョニー・ライデンだな。いやー、やっぱりジョニー・ライデンはかっこいいよ。射程圏内に入りました。余ったれるな、敵は待っちゃくれないんだぞ。敵を迎撃してください。くっ、おいおい、少しお板が過ぎるんじゃないか。減らしておく意味なかったな。あ、でもどっちかがね、
回避される恐れがあるかな。回避される恐れがあるって言ってもジョニーライデンが回避されることはないな。だからまだブライトとかねレベル1なんですよ入れたばっかりなんで。さてビグザンも投入しよう。こっちで倒せるかな。9400、1万ギリかな。これやっぱねすげえ使えるビグザム。まあ、帰るけど。でちょっとここら辺に置いておくか。これ積んでるか。積んではないね。チベもあそうだ全モビルスーツを出せみたいなこと言ってたしねもうちょい近づかないとあれか。さてじゃあどうしようかね。ハードでいくか。ハードビットの支援と。これ下のやつらもいけるんじゃないか。支援おーいいね。どんどん経験値を稼いでいこう。てか戦艦のエネルギーがなくなりそう。あとはパーフェクトガンダム。ショルダーキャノン、ショルダーキャノンが当たってくれないと困るんだよなこの場合は。あー回避されたか。とりあえずビームライフル、ビームライフルなら確実に倒せるからな。キャラクターレベルアップ。こうやってどん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 レベルを上げていこう。メガビームランチャー。ちょっと戦艦にエネルギーアップのオプションパーツつけるか。今全く金がないからつけらんないけど。あとはそう、ここのなんかねブラレロとかいうの作ったんですよねザクレロから。オールレンジ攻撃、支援が2個当たれば。うわー回避されるか。あ倒した。でもイエーイ。艦長の上がってくね。で帰ろう。で戦艦も出てって、ここはビグザムだなやっぱり。このパターンが勝利の方程式だな。あ間違えた。まあ、単純計算でも2体倒せば半分ずつ経験値が入って1体分になるってことでしょ。さーてこれでビグダムも超強気。これはビグダムと一緒に倒したいな。サラブレッドちょっとここら辺に入っとくか。攻撃はできるね。こいつが2万2000か。パーフェクトガンダム一旦外してっていうか、これ艦砲射撃が無理か。ミサイルが止めてるね。どうしようかな。カロを出してハロビットで2万は減らないな。これちょっと作業いっぱい。ガンダム4号機
はい、うわー足りない、ハイパービームライフル的なのを持ってないのか。こいつも射程には入らないか。じゃあ一回ちょっとこっちのガンダム4号機で潰す必要があるな。メガビームランチャーさえ搭載してくれればな、4号機。でハロー出して、これはいけるでしょう、どう考えても。戦艦でね倒した方が、まあ、経験値まるっと手に入るけど、そうするとね動けなくなっちゃうからね、戦艦が。やっぱりね、戦艦は移動したいよな。よし、ビグザムと一緒に攻撃すれば多分ね大丈夫だと思うんだけどね。ほら行け、完璧だ強すぎるビグザムも申し分ない。あとはエネルギーを上げて短期で運用できるようになれば万事 OK。 そう、もうねセーブデータをね全部作り切ったらしくてまた下から順番にセーブしていくかっていう。とりあえずハロで突っつこう、まずは。でハロリフト2万2000か、どうだろうな、ちょっと怖いから普通に攻撃しよう。1万2000で艦隊戦は特にピンポイントとかないんで、ビグザムはもう絶対無理でしょ。これでいくとかる5400。サラブレッドだったら5000くらいは当たりそうだから、もうこれで仕留めよう。ここのクルーってどうなってんの、というか、あれなんかガンキャノンが乗ってんだけど、なんだちゃんと用意されてんじゃん、普通のモビルスーツ。ジムでも乗っけろよって言ってたけどジムどころじゃなかった。敵へ確認、攻撃を開始する。あ、作敵班は何をしていた。しまった、こんなところで。うわ、てかチベってさ、後ろにも砲塔ついてんじゃん。あくまでも無罪がついてないだけか。だいぶ上に出てきたな。あれバズーカでっかくね。そりゃ知ってるよ。こいつらだけか、上演として出てくるのは。あれこれ何、高機動試験型ザク。とりあえず機動力があるね、ザクにしては機動力があるみたいな。スタンドはなんか乗っけてる、乗っけてないね。
じゃあまあとりあえずはこいつらだけなんで来るのを待つか。一旦じゃあ全部収容しよう。解凍して上に行くと、あれビグザムは入ってたっけ。解凍して上に行くと、うん、次で倒せそうだな。お、こいつらも来たね。取れた？隊長機、こいつか。とりあえずハロ倒せっかな。ほら、ま、所詮はザクだな。帰ろう。で、捕獲をすると、こんなもんでいいかな。そうか、一応こいつら上につけておくか。で、ちょっと下に逃げよう。で、横につけて、こんなもんでいいかな。3時間で攻撃してくるか。所詮はリックドームだから、このコンボで倒せるはず。っていうか戦艦の攻撃がなくても倒せるからな。もう18レベルだからね、あと2レベル。なんとかサイコハロまで行ってくれるわ。で、ここにいれば、あ、ダメか、当たらんか、ジャイアントガトリングは。とりあえず一騎打ち。早い。なんだこいつは。お前たちは俺が作る新しいジオンのための礎となるのだ。せいぜい誇りに思って命を捨てるがいい。戦場じゃ無鉄砲なやつほどすぐやられちまうもんだぜ。これで終わりだ。俺を止めることができるのならやってみるがいい。結構強いね、さすがに。ダメージ量としてはこっちの方が上か。ジャイアントガトリング、あ、2回できるんだ。ってことはこいつを先に出そう。ザク、いや、ザクじゃないぞ。赤いガンダム、連邦の新型モビルスーツか。俺はついているぞ。くらえ。どうやら駆られたいのは貴様らしいな。うかつなんだよ。これかわした感は全くないね。外れてくれた感しかないんだけど。ちょっと上のリックドームはハブで倒そう。あれ、支援かけられるんだ。じゃあ経験値になってもらおう。
これレベル上がんねえな。じゃあピグザムも出してザンジバルには沈んでもらうか。2万5000か、結構あるね。2万当たらないと無理だけど、当たった。ギリギリだな。母艦は沈めた。戦艦って1レベル上がるごとに4ずつ増えていくな。よし、プライトレベル2。ガンダム5号機ビームサーベルで全然いいね。支援防御をかけよう。いや大丈夫だ普通に。このアクトザクをなめるなよ。ガンダムとはいえマグネットコーティングした俺の機体に触れることさえできまい。面白え、やってやろうじゃねえか。ザコめ、貴様らなど敵ではない。うかつなんだよ。証明してやるさ、俺の実力をな。よっしゃ、やってやるぜ。いや、さすがにね、ガンダムは強いわ。まあ、こいつもね、二人相手にしてるからね、よく頑張ったよ。フォルドロムフェロー、キルスティン、ミユキ、滝沢結構手に入ったな。ブーストポット、さて今回は、あ、そう、前でガトル手に入れたんだった。ここだけ確保して、あとは売っ払うと。うわー、金がマジでない。5万円しかないからな。誰かレベル上がった人いたっけ、ピグさんと。レベル6、グレートジオングね。なるほど。しかもグレートジオングってサイズ L じゃん。いや、これ作りてえな。ジャムルフィン、ジャムルフィンもな、これはまあいいか。グレートジオング作ろう。10万。でもダブルゼータよりは安いんだ。で、こいつも開発できるかな。あー、ビグラングはな、なんとなく補給部隊として置いときたい気もするんだけどな。グレートジオングはちょっと一回置いて、量産型のビグザムがどれくらいで作れるかでもそんなに安いはずがない。量産型ピグザム4万3000円か。まあ、宇宙と地上は両方使えるんで、これをちょっと作ろう。まあ、さ、下についてるの何なの。まあいいや、こっからピグザム発展させよう。でオプションパーツの、グレートジオングにつけてるものは一旦外そう。どれだか分からん。編成のユニットだな。で、生産開発、あれ、ちげえな。グレートジオングの、これ、ジョニー・ライデンとか。まあ、ジョニー・ライデンはもうジョニー・ライデンでいこう。こいつは、あ、そっか、こいつは、ジオングにしないといけないんだ。試作0号機は、まあ、このままいきましょう。0083になるまでは、試作0号機のままで置いておこう。で、オプションパーツ、ここでグレートジオングを探せばいいんだ。あ、いた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 。これでしょ。で、あとこれでしょ。で、あとこれか。よし、 OK。 ちょっと火力は下がっちゃったけれども、またこいつを鍛えていこう。
というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。まあやっぱりガンダム4号機とガンダム5号機はすげえ安定性がありますね。まあこの後も安心してステージを進めていけそうな感じがしてますというところで、じゃあ終了します。最後までご視聴ありがとうございました。